見つけられないでしょう。待って、やめてディシュ。お嬢様、こいつらは何者ですか？彼らは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を…へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから。もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで邪魔するな。あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？2倍。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだとささやくから。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして体への負担はどれほどか。ですので。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ディシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって良い。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました、お嬢様。もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してる。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度をとったわ。それにモラのことを言って気を悪く。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きしてことで、私を雇ってみないか、お嬢様。おたが…ええ、問題ないわ。よかった、ちゃんと話がついたみたいだな。あ大丈夫よ、安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も心配させてごめんなさい。よければ…お前が元気になったらクラクサなりで。